前回大盛況だったホストオーディション第2回を開催します。詳細は概要欄からご覧ください。どっこいさんだぞ。どこいさん、はい、ボーイッシュとどこ行くんですか？僕の美容でですね、また今日は美容で、はい、まあ、ちょっとなんか高一にも整形をプレゼントしようかなみたいな感じですね。え、どっこいさんがまた高一さんの整形代金分を出すんですか？またそうっすね。あ、ここっすね。おー、ここっす、ここっす。あ、こんな歌舞伎町の真ん中にあるんですね。はい、ここっす。もう美容院行くようなもんっすね、俺からしたら。美容整形は出勤前にもワンチャン通います。美容室より予約取りやすいんすよ。あ、そうなんですか。はい、美容室よりよく行きます、この方が。行きやすくてめちゃくちゃいい場所です。はい、めちゃめちゃいいっす。おー、ここのクリニックのプロデューサーっす。どうも、P です。結構今若く見えるワードっていうのがやっぱり小顔、小顔いいですね。ハッシュタグで結構小顔とかそういうのアンチエイジングの次ぐらいに多いかもしれない。あ、そうなんですか、うん、小顔大事です。あ、わかりました。結構小顔が得意な先生とかクリニックみたいな。そうですね。よろしくお願いします。あ、知ってます。あ、お願いします。お願いします。え、先生めっちゃイケメンじゃないですか。そうですね、本当小顔で。ありがとうございます。先生もイケメンだからイケメンの気持ちが分かるんですね。そうかな、はい、歌舞伎町でモテ顔みたいなのがあるんですね。流行の顔みたいな。あると思います。ちなみに僕は流行の顔っすか。なんかちょっとまた次元が違います。あ、違います。次元が違います。ちょっとなんかやっぱり全体的に老けた印象があるから、笑う時とかシワがやっぱどうしても、うん、シワが出ちゃうのと、これね、うん、ここにボトックス打つのと、ここにヒアル入れましょうかね。そうですね、ちょっと、まあ、うん、ほうれい線が老け顔改善って感じですね、はい。なんかあんだけ丁寧にいろいろ言ってくれるのってありがたいですよね。いや、そうですね。やっぱそのプロの目線から、まあ、やっぱ自分自身その初めてっていうのもあって、何をどうしたらいいかとか、ね、まあ、いまいちわからなかったところもあったんですけど、まあ、プロの方からどこをどうしたらいいっていうのをカウンセリングしていただいて、すごいありがたかったですね、本当に。そう、ちょっとチクッとします。すいません。はい。お、違う。おお。なんか、違いますね。もうこんなすぐ効果現れるもんなんですか。これはもうすぐ入れた瞬間に、あの、なんていうの、溝を埋めたって感じなんで、うん、全然痛くもなかったんで、すごい。よかったです。普通なんか。どこさん、施術終わったんですか。終わりました。顎なんかリフトしたんでしょ。はい、だいぶ顎は二重顎なくなりましたね。なんか横から上げてもらって。施術の量も多いし、技術も最先端なんで、しかもそんなに高くないんで、あ、最先端の技術が、他のところより結構安かったりするんで、はい、めちゃくちゃお得です。だいぶ顔変わりましたね。そうですね、目元がやっぱもう全然違いますね。実際周りの反応とかどうですか？ヘルプの女の子は、変わったのを知ってる子はかっこよくなったねとかっていう意見だったりとか、初回の女の子も、目がすごいいいよねみたいなっていう意見をくれたりとか、あと同じ従業員先輩方からも、いや、めちゃめちゃいいねみたいな、すごいなんか自分の、そうですね、見た目も良くなって自己肯定感も高まって、すごいいい機会をいただけたなとは思いますね。納得の出来ということで、はい、もうめちゃめちゃ100点ですね。もう100点超えて120点ですね、はい。最近どっこいさん自身の調子とか近況ってどういう感じなんですか？まあ、夏になってきたんで、はい、スーツを作り変えました。え、夏用に。あ、パンじゃないですか、はい、半袖の赤いっていうか半ズボンの、うん、じゃあ今年初めての試み。初めてです。あ、そうなんですね。半ズボン、なんかホストが半ズボンとか、なんかホストっぽい格好って言ってたんですけど、はい、逆に自分のキャラならもう半ズボンのもうありかなみたいな。おばあちゃん悲しみ、悲しみますか、また半ズボンでみたいな。おばあちゃん半ズボン嫌がってますもんね。最近のコメント、 YouTube のコメントとかもたくさんあるじゃないですか、はい、僕はちょっと気になったコメントなんですけど、はい、高一の、親父さんにちょっと争いになっている動画みたいなコメントです、はい、
こんな人がいるけど、どっこいさんの元でホストになりたい人大募集とか言ってるの誰が行くのよ、わら。これ結構めちゃめちゃ来ますね、求人は。週に数人を面接来てますよね、はい、ずっとこの1年間ぐらい続けてますね。コメントした方、実際に求人が来てるというのが全てです、はい、どっこいさん、はい、数字稼ぎたいのは分かるけど、さすがに限度があるよ。まあ僕の D トレジャーっていう、まあ、その YouTube の会社とその業務委託でやってもらってる会社があるんですけど、その YouTube に関してはもう全部そっちに任してるんで、自分自身としてはまあ数字のためってより、まあホストのリアルを見てはホストを知ってほしいっていう感じですね。だから意外ともそこまで別に数字は追ってないですね。数字を出さなさすぎると出てくれた男の子にメリットがないんで、最低限は数字出してあげて、出てくれた男の子がまあ有名になってお客さん呼ぶとか、まあ新しいことにつなげれるような、なんである程度は数字やっぱ上げていくのが、まあ僕自身じゃないですよ、やっぱりその子のためになるのかなって。面接来た人晒したり、どっこいさん最近ネタ切れ感すごい。最終的に今ムーさんは面接不採用って なりましたけど、はい、もしもあそこで合格してれば、まあ本人も YouTube 打つ方がまあ売れる近道じゃないですか。はい、合格してればってどっこいさん言うじゃないですか、はい、あの年齢で恋愛経験ゼロで、はい、合格現実的にすると思いました。でもあるんすよ。だからそれ河原さんが見てる世界が狭いだけで、40歳なんてやっぱ現役でホストゴロゴロいるんすよ。小顔だし目とか鼻しっかりしたんで、帰れば全然やっぱああいう方求めてるんで。っていうのはそういうちょっとベテランめな男性が集まるお店なんですか。ああそうですね、結構年齢層高い。あ、そういうところもあるんですか。はい、YouTube の前に本業の方を頑張った方がいいかと。あ、僕自身がどうですよね。はい、まあ、今僕の本業がその来年の独立に向けて男の子を集めることなんで、まあ本業はしっかりやってるつもりではいますね。売り上げを上げろとは多分そういうことなことですね、多分視聴者が言いたいのは。あ、そうだと思うんですね。かまあちょっとそれこそね、やっぱみんながホストの仕事ホストの仕事っていうのが 100% 現役に向いてるかっていうと、本当に現役に向いてるのは今 20% とかそんぐらいではありますね。もちろんやっぱ自分にプレッシャーかけるためにはナンバーとか入り続けますし、多少女の子にもプレッシャーかけたいのでナンバーとかには入り続けますけど、でも自分の仕事をしてなかったら、まあなんていうんですかね、まあ、こんなぐるぐるお店行ったりいなかったり、どっか知らない店舗行ってみたいなのは多分誰も許してくれないと思うんで、まあ、ある程度一通りはやりきったかなって感じはありますね。まあ、今は自分ってより最近入った従業員とか、まあ、それこそまあ高一とか健とか、まあ、キングとか、やっぱそういう子を売らしたいっていうやっぱ自分の思いが強いんで、まあ、そっちにベクトルが向いてますね、主に。どっこいさん、おばあちゃん孝行のつもりでお金を渡されてると思いますが、ご家族でも110万円以上の譲渡は贈与税の対象になってます。 YouTube にするとちゃんと確定申告されてるか税務調査されますよ。まあその辺は大丈夫、しっかりやってるんで。ひがみっすか。そうっすよね、そういうひがみっすよね。まあ、YouTube も法人の方でしっかりやってるんで、お金も経理がいて、まあ、裏に税理士がいてみたいなのちゃんとやってますんで。うなぎ屋さんの場面ですね、はい、食べる前にいただきますって言ってほしかったよ、どっこいさん。うわ、今日も言わせてましたね。てかそれカットしました、それ。もしかして外食でいただきますって言います。いや、そのシーンカットしましたね、僕言ったのに。いや、言ってないです。あれ言ってないですか。どっこいの動画から売れっ子、マジで一人も出てなくない？雇って動画で攻め立てて首の流れの動画しかない気がする。まあ売れっ子を作りたいっすね、早く。まあ、トップダンディファーストにいた小夏って子が結構すごい頑張ってるんで、まあ、僕のしっかり見てる管轄から彼を超えるような売れっ子をしっかり作ってきたのが僕の目標っすね。実際どうなんすかね。なんか僕も密着してて思うんですけど、はい、そのホストで売れっ子になるって結局なんかプロ野球選手みたいなもんやと思ってて、はい、どんなにいい指導してどんなにいいこと言っても、はい、結局最後は本人の努力と素質次第みたいな、はい、そのぐらいの確率じゃないんじゃないですかね。まあ、そうですね、本物の売れっ子はそれこそ1000万とか1億とか売れっ子はそうですけど、正直給料100万持ってかれるぐらいだったら結構誰でも本当に寝る時間削ればできるような能力なんで。給料100万ですか。100万持って帰るってことは200万売るぐらいな。女の子に200万使ってもらう。僕からしたら誰でもできるようなことなんで、言われたことさえしてれば。勉強で例えるなら、はい、この宿題をしたら合格をできるよって言って、はい、どっこいさんはこの宿題をやれって言ってるんです、はい、この参考書解けって言ってるんです、はい、でもその
参考書に向かうことすら皆さん難しいっていう状況なんですよ。だからそのレベルまで下がって指導した方がいいんじゃないと思うんですけど、どう思います？でもそのレベルの人はまずホスト向いてないですよね。無理です。自分からしたらもう最低限のレベルは自分でするべきなんですよね。もう10万っていうラインは本当にジュリーさんも言ってましたけど、運転免許と同じ、やれば誰でもできるんで。賭け人は絶対にお酒やめた方がいいと思う。それか家飲みだけとか。たくさん人に迷惑かけてるし、もはや怖かったですよ。あ、もうつい最近のやつですよね。はい、まあそうですね、あの2部では禁止してるんですよ、店内では。まあそうですね、プライベートでもそうで、人に迷惑かけるなら禁止とは言いますけども、彼がどこまでちゃんと守るのか分かんないんで、まあ見ていきたいですよね、そこまで。賭け人、ダメ、完全に異常者です。一緒に心療内科に行く会やったら分かるけど、精神科行けみたいなコメントありますね。いや、賭け人普通っすよ、意外と。普通っすか？普通じゃないですか。ちょっとなんか、はい、テンション高いだけで、はい、俺からしたら剣の方がええって思うこと多いっすもん、普通に過ごしてて。剣の方ですか？スライドドアの閉め方分かんないとか、はい、まあ、こういうご飯食べに行くじゃないですか、こういう風に、はいはい、こうタブレットの注文の仕方分かんないとか、なんか、なんていうんですか、常識がなさすぎるんですよね。お客さんとか一回お店に来て、あのもう一回リピーターしてくる 確率がマジで、今までやってて一組とかなんで 9.9 割3回目誰も来ないんですよ。 9.9 割です、はい、でもそれ指導しても剣は、いやこれが可愛いって人もいるんでいいと思いますって、まあガも強いし、それを直そうとしないん でしかも30歳超えてるじゃないですか。でも視聴者は剣が何ですか、やっぱルックスがいいから剣可愛いってなるじゃないですか。じゃあ動画では伝わらないようなどっこいさんとしては剣が良くない部分を感じるってことですか？はい、そうですよ。あれでしょ、あのあれで癒すんだ時ってこと？いや、俺らがなんかチケットクラブする、チケット配りする時になんか連れてきてたこと。何付き合ったの？もうあなた以外は合わないです。はぁ、色ぼけ、はい、すごいな。彼女と将来考えるためにホスト頑張りますしてね。はい、だって彼女にはエッチしたくないから合いませんとか。その子もどんどんお店で出会った方がいいでしょ。そうです。その子にもう使ってもらわなきゃダメじゃない。はい、普通にやってもらう。どういう自慢？水道電気ガス家賃全部俺が振り込んでる。自慢なんすよ。めっちゃ自慢しただってドヤ顔マークで、今借りたい家自分の家なんで、俺家のこと全部管理してる。お前さ、30歳なら普通だから自慢しない方がいいよって。何そんなんでいい旦那さんになるって。お前普通だから電気ガス水道とか振り込むからってリーダーさん関係ないから。まあいいやん、俺もホスト続けんなら1億売れるようにしたいけど、ちゃんが一番大事だ。お前そのために協力してねって言わなきゃ。ちゃんとまあこの子のこと好きでもいいけど、仕事に害ないよね、しっかり。トップランディ本店店舗運営スタッフ大募集。内勤、ウェーター、マネージャー、広報、運営スタッフも稼げる時代です。興味ある方はどっこいさんのツイッター、インスタから DM をお待ちしてます。どっこいさんだぞ。